突撃地球の研究室、ラブラブキュー始まるちゃう。地球の皆さんこんにちは。今日も楽しんでいくぞ。のこれは例の楽器じゃな。おお、さては上達したからわしに見せたいんじゃな。ほ、どれどれ。なんにも変わっとらん。やっぱりこの楽器は難しいわね。この楽器の演奏はエスチにとってはまだ新しい体験になるかもしれんの。というわけで今回も竹内先生が来てくださったから、記憶の仕組みについて詳しく教わるぞ。今までに聞いた方法以外にも記憶力アップのとっておきの方法があるんだって。どんな方法があるのか楽しみじゃの。それじゃあ行くぞい。ポチッとな。みなさん、こんにちは。こんにちは。私は、旧王国の救世神、エイト特派員です。ナルト特派員です。ショート特派員です。合わせて、チーム Q、行ってみよう。エイト君、ソータ君、ナルちゃん、テストでいい点取りたいよね。取りたい、うん、だって僕なんていつも0点だもん。0点それはちょっとひどいな。僕は15点です。私は20点です。あれそうなの。じゃあとっておきのいい方法を教えましょうか。聞きたい？いや聞きたい。じゃあ、うん、お話ししましょう。実は記憶ってその3つの段階があって、覚えるっていうところと、それからその覚えたことを今度脳の中で安定化させるっていうことと、それから思い出すっていう3つの段階がこうあるんですね。でそれぞれで記憶を良くする方法っていうのがあるので、まあ一つずつちょっと説明していきますね。あ、先生。はい、何でしょう。安定するってどういうこと？はいはい。お、はい。ソータ君、なんだろう。何日間も覚えてられるようにするためにずっと覚えられるように。パーフェクト。おお。すごい。やったー。ついに僕天才になった。覚えるだけだとすぐ忘れちゃうかもしれないから、はい、それを忘れないようにするっていう段階があるんですね。はい、そうですね。それがまあ安定化っていうところになります。なるほど。じゃあ最初の覚えるっていうところから行こうと思うんですけど、ちょっとみんなに質問しますね。漢字ドリルがあって、である漢字を覚えますと、で、30回書くんですけど、その10回ごと3セットこう書きますと。で一つ目のやり方は、その10回書く間隔が短い。例えば1分とかで、3セットやるっていうのが一つのやり方。で、もう二つ目は、10回書くんだけど、その間隔が長くって、例えば10分間隔で3セットする。翌日のテストでいい点取れるでしょうか？わかんないね。わかった。あ、そうたくん、僕まだ悩むな。どっちだろう。私も決めた。お、やばい。地球人の番組見てくれてるみんなももう決まりましたか？エイトくんはまだかな。エイトくんはまだかな。決まりました。じゃあ一人ずつ聞いていきましょうか。エイトくんはどっちでしょう。僕は休憩が短くて、うん、10回10回10回って一気に書いた方が覚えてると思います、うん、なるほど。じゃあソータくん。僕は間長かった方がいいと思います。おお。じゃあなるちゃんはどっち？私は間隔が短い方がいいかなって思って、うん、理由はすぐに
たくさん思い出した方が、うん、すぐ覚えられるんじゃないかなと思ったから。なるほど、なるほど。エイト君となるちゃんが感覚が短い方がいい、で、ソータ君が感覚が長い方がいい。さあ、答えは何でしょう。実は、感覚が長い方がよく覚えてるんですね。なんで？よし、よし。そのメカニズムはちょっとまだまだその研究している段階で、仕組みに関しては分かってないんですけども、この現象って昆虫からその人まで保存されているメカニズムで、忘れちゃうって言ってたじゃないですか。でもその僕ら一日のことは朝から晩まで覚えてるじゃないですか。だからその10秒ぐらいの1分30秒とか1分の間隔ではまだ多分覚えてると思うんですよね。それよりもちょっと間隔を空けて10分ぐらいだとまだ全然忘れてないので、この間隔を空けて3回3セットやった方が実は翌日までよく覚えてるっていうことが。そうだったんだ。はい、そういうことが分かってるんですよね。なのでまず一つこれ明日からでも使って、そうするとテストがもっといい点数取れるんじゃないかなと思います。やった、ありがとうございます。ありがとうございます。実践してみてください。ソータ選手1ポイント入りました。イエーイ。じゃあその2段階目の記憶の安定化のお話をしますね。それは僕が第1回目でお話しした話なんですけども、新しい体験をすることによって記憶が増強するっていうお話をしたと思うんですけど、何かをやった後に新しい体験をすると、まあ、記憶力が良くなるっていうことが科学的にも分かってます。3つ目の今度話になります。3段階目でその思い出すっていうところの話をしたと思うんですけど、最初にその思い出すのは一番最後、3つ目の段階だったんですけど、一番最初にしたその覚えるっていうところのまあ比較で、ずっと覚えるっていうところに集中した方がいいのか、それとも何回か覚えた後今度は思い出すところを入れた方がいいのか、どっちが翌日のテストでいい点取れると思いますか？そうだ。お、ソータ君。絶対に思い出した方がいいと思います。ピンポーン。ソータ君すごい。ソータ君すごいね、もうパーフェクトだから。覚えるっていうところに焦点を当てるよりは、まあ一旦覚えた後今度は思い出すっていうところに焦点を当てて繰り返した方が、実はもう覚えるっていうことに関しては長続きするんですよね。で、それはおそらくなんですけれども、思い出す時ってやっぱその考えなきゃいけないじゃないですか。考えてで思い出す。例えば何かこう起こったことを人に話そうと思ったら、その自分の中で整理をして、でそれで人に話さなきゃいけないじゃないですか。っていう風にその思い出す作業の中で多分頭の中でこう整理されると思うんですよね。入ってきた情報を今度思い出す時にまた頭の中こう整理されると思うんですよね。なのでその思い出すっていう作業を多く加えてあげると、よりテストの点が良くなります。なるほど。今説明したような方法を使って勉強のやり方をするとテストの点でいい点が取れるようになるんで、ぜひ実践してみてください。はい、頑張ります。先生、僕がご飯を食べて記憶をなくしてる実験に挑戦してきたんですけど、はい、実験結果は見ていただけましたか？大変興味深く見させていただきました。先生、はい、先生がお話ししてくださった記憶のことと、うん、この実験からして、はい、今回の実験は大成功ですか？いや、もうすごい大成功ですよ。おー、すごい。おー、やったー。僕が説明したように、その新しい体験をしたグループの方が
テストの結果が良かったですけどね、いやすごい面白い実験結果だと思います。ただ実はもっと正確な実験結果を出すためにはいろいろ改善点があるんですけれども、一つだけ、大事なことをちょっと教えますね。今回は地球人グループが新しい体験をしたと思うんですけど、今度は9000人グループがその新しい体験をするっていうことで、逆にするっていうことをやると両方とのグループも新しいことをこう1回ずつ体験するんで、より正確な結果が得られるっていうことがあると思うんですよね。そうかそうか、今度は救世人チームが新しいダンスに挑戦することでより正確な実験にできるんじゃな。ちなみにこんな風に実験の条件を入れ替えることを難しい言葉でカウンターバランシングと言うそうじゃ。へえ、かっこいい。変身カウンターバランシング、ふわー。こういうことするだけでもっと正確な実験結果が得られると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回やりたい、ね、みんな何回でもやってみたい。ねえ、実験やりたくなっちゃうね。一人一人記憶力違うからね。そうそうそう、ソーダくんいいポイントついてるよね。その個人によって能力が違うから、今度は違う条件を与えてあげることでみんな同じ経験をするわけだから、そこでより実験の精度が上がるっていう、そういうことなんですよね。こんな風に僕たち科学者っていうのはより正確な実験結果を得られるような工夫をしています。お、僕たちチーム級研究員の道のりは長いね。長いでも今日ね、先生に教わったから研究者に一歩近づいたかもしれないね。一歩というわけで、1ヶ月間僕たちは竹内先生に記憶のことを教わったり、実験をしたり、実験の報告をしたり、記憶力がアップする方法を教わったりしてきたんだけど、地球人のみんなもしっかり学べましたか？というわけで来月はまた別の先生が来てくださいます。竹内先生、1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来月のみんなもありがとう。それじゃあまた来週。バイバーイ。バイバーイ。今月はためになるお話がたくさんあったの。来月も楽しみじゃ。クエスジー？ん？どうしたんじゃ？来週はまだ5月よ。のわ、そうじゃったか。もうクエスジーったら。じゃあ来週はね、記憶力のゲームにしましょう。ゲーム？あ、楽しいゲーム思いついちゃった。ワクワクしてきた。ゲーム、ゲーム。ゲームのことになるとテンションがすごいの。ええじゃろ。じゃーん。それじゃ来週もお楽しみに。まったね。バイバーイ。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。